7万5000余りの観衆がさっと歓声を上げました。円谷の姿が間もなく見えます。今見えました。円谷見えました。すぐ10メーター後方に。歩き走ったその後で僕は静かに考えた。誰のために走るのか。若い力をすり減らし、雨の降る日も風の日も一人の世界を突破し、何のために進むのか。痛い足を我慢して、大きな夢はただ一つ、五つの色の五つの輪。日本のためのメダルじゃない、走る力の糧なんだ。父さん許してくださいな、母さん許してくださいね。あなたにもらったものなのに、そんな命を僕の手で。見て欲しかったもう一度、表彰台の晴れ姿。だけど体は動かない、とてももう走れない。これ以上は走れない。入りました。それはゴールインであります。